MLB、藤浪晋太郎は、自分に勝てていない、ロッテ監督時にトレード模索。井口忠仁が分析。吉田は開幕後に一時打率低迷も、24日に日本塁打、25日は3安打の活躍。メジャーでは開幕から3週間が経過、各チームが20試合以上を戦い終え、投手も野手も一定程度の試合出場を重ねた。 日本人選手を見るとエンゼルス大谷翔平投手が投げては無傷の3勝打っても5本塁打と大活躍ブルージェイズ菊池雄星投手メッツ千賀滉大投手も3勝無敗と揃って好投すればカブス鈴木誠也外野手は打率3割超をキープしているその一方 開幕から本来の打撃を発揮できずにいたのが、レッドソックス、吉田正隆外野手だ。23日、日本時間24日、ブルワーズ戦では満塁弾を含む2発6打点。翌24日、同25日のオリオールズ戦では3打数3安打の活躍で復調の兆しを見せている。日本では対戦相手の主軸として苦しめられながらも。 その実力を、正隆は完璧に近い打者、と大絶賛する野球評論家の井口忠仁は、吉田の現状をどう見るのか、また、ロッテ監督時代にはトレードでの獲得も検討したというアスレチックス、藤並慎太郎投手についても語った。ようやく正隆らしい打撃が出ましたね。ブルワーズ3連戦の最終日日に出た日本塁打は どちらもリラックスした構えから力感のないスイングで運んだアーチでしたここ2試合くらいはだいぶ自然体で打席に立てている感じがしますそれまでは相当力んでいるであろう感じが伝わる構えでした大型契約を結んだプレッシャー開幕で4番打者を任された緊張感があったのか思った以上に自分自身でストライクゾーンを広げてしまい 強引にバットを振っているところがありました本来であれば選球眼がよくきわどいボールはあまり振らない打者カウントが良くなったところで甘いコースに来たボールをフルスイングで仕留めるのが持ち味ですが今期は初球からどんどん振っている感じでしたね日米の違いはタイミングの取り方スイングを変える必要は全くない センター方向を中心に広角に打てる打者なので力任せに引っ張ってしまっては良さが消えてしまいます不調の長いトンネルに入ったら厄介だと思っていたところで歯止めをかけたのが10日同11日レーズ戦の左ンダでした左中間方向へ力強くいい打球を打てる打者なのでああいう当たりが出ると復調のきっかけになるはずです そして22日、同23日の2安打も大きかった。第1打席に打った3塁へのボテボテの内野安打に、第4打席の中堅手前に落ちる安打。ああいう当たりが出始めると、気持ちが楽になるでしょう。思った以上に早く復調の兆しが見えたのは、彼が十分な実力の持ち主である証拠とも言えます。 米メディアでも大ぶりをしていると評論されていたようですが、レッドソックスは1番ベルドゥーゴが絶好調で、2番デバースはすでに8本塁だ3番ターナーも豪快なスイングが魅力の高打者なので、自分も長打が欲しくなってフルスイングが多くなってしまうも無理はありません。移籍1年目のこの時期は、対戦する投手はほぼ初見。 さらにはワールド・ベースボール・クラシック WBC での活躍もあり相手チームのマークは厳しい思うような打撃ができないこともあるでしょうが勝負の駆け引きはシーズンを通して行ったり来たりするところ強引に行くと相手の思うツボなので今までやってきた打撃をそのまま続ければいいと思います日本とメジャーで大きく変わるのはタイミングの取り方です 正直は自分のスイングを変える必要は全くない、完璧に近い打者だと思います。監督時代には対戦相手として何度も痛い目に遭いました、苦笑。メジャーでは全体的に球速が少し早い分、タイミングが合わず、自分が思うほどしっかりまっすぐを弾き返せない部分があるのでしょう。試合を重ね、 体と目が慣れてくれば、今まで通りどっしりとした感じを持って打席に立つことができるはずです。